どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんにお届けしていきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのは、名古屋市千種区にありますこちら焼きとんかつ平さんにお邪魔しまして、名物の焼きとんかつを紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。こちらが平さんのメニュー表です。この中でも今回はおすすめでもあります特上焼きロースカツ定食を注文しました。そしてなんとプラス300円で数量限定で極上の豚にレベルアップするそうです。一体どんなとんかつが出てくるのか楽しみです。注文した特上焼きロースカツ定食が運ばれてきました。このように平さんではとんかつをフライパンの上で焼いているので、このように焦げ目がついています。こちらのとんかつを塩とソースで味わっていきます。それでは早速一切れいただいていきたいと思います。このように平さんのとんかつの衣は非常に薄いですよね。このように塩をつけていただいていきましょう。一口いただきますと、もう衝撃的に柔らかすぎるこのとんかつ、とてもびっくりしました。なんでこんなにも柔らかいのかと不思議に思うぐらい口の中でとろけるようなとんかつです。お肉も一噛みすることによって甘みがとても口の中で広がり、さらにはジューシーさも感じることができました。そしてとんかつをこのソースにつけてもいただいていきます。こちらのソースをつけていただくことによって、より一段とこのロースカツが美味しくなったように感じました。先ほどの塩もいいんですが、このソースにつけていただくのもおすすめの食べ方です。食べるとつい笑みがこぼれてしまうぐらい本当に美味しいとんかつです。今回はプラス300円でお肉をグレードアップしています。そのせいかこのお肉とても美味しくて甘くてとても柔らかくて本当に驚きのこのとんかつです。今回紹介をした名古屋でも有名なとんかつ店、焼きとんかつ平さんは地下鉄東山線今池駅から徒歩3分のところにあります。名古屋駅から地下鉄1本で行ける場所にありますので、ぜひ名古屋に来た際には行ってみてください。店内はアットホームな空間で、落ち着いた雰囲気でこの焼きとんかつを食べることができます。ぜひ行ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していく予定です。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!